は足浴場で靴を脱ぎかけた時に水浴びの先客に手をかけてしまった。ねえやめなよ。口をついてってたたって今度はどうでもよかった。先を越されるのかなんとなくシャフだった。三つ編みも怖かったり、どっかで聞いたようなこと、運命の人だった。どうしても愛されたかった。ふざけんなそんなことくらいで私の先を越そうだなんて、欲しいものが手に入らないなんて疑われたことすらないくせに、話が長くになったって。三つ編みの子は消えて、背の低い女の子また取っ手をかけてしまった。背の低い子は語るクラスでの孤独を無視されて奪われて居場所がないんだって。ふざけんなそんなことくらいで私の先を越そうだなんて、それでも口で愛されて温かいご飯もすぐにこの消えてた。そうやって何人かに声をかけて追いかけして、私自身の痛みは誰にも言えないまま、見つけたんだ似たような悩みの子、何人目かにやったんだ黄色いカーディガンの子、無事に帰るたびに振って続けるあざと、出来去ってしまうため、ここに来たの飛びた。口をついてってただけ本当はどうでもよかった。思ってもいないことでも取っ手をかけてしまった。ねえやめてよ。あるしよこの子は止められない、私には止める資格がない。それでもここから消えてよ、君を見ている僕にしな、じゃあ今日も夢でいくよって目を伏せたまま消えてった。やっぱここが羽の夢、私一人だけ誰にも邪魔されぬ、邪魔してはくれぬ、カーディガンは抜いて三つ編みをほどいて、背の低い私は今から飛びます。